皆さんこんばんは、ペルディスタ小澤です。今回は、日本時間の昨晩、ドイツのデュッセルドルフで行われましたキリンチャレンジカップ2022、日本とエクアドルの一戦についてお話ししたいと思います。結果は0対0のスコアレスドローに終わりました。ただ後半38分、エクアドルに PK のチャンスがありました。まあそちらの PK ね、ご存知の通り日本の、ゴールキーパー守護神シュミット・ダニエルが見事ストップしてということで、エクアドルはエースのエネル・バレンシア、途中から入ってきましたけれども、彼が決めきれなかったということで、再び国内メディアでは決定力不足という言葉が踊っておりますけれども、まあ、試合のスタッツは、ボール保持率はほぼイーブン、日本が若干、上回った 51% ですし、シュート本数は9対12でエクアドルの方が上回りました。まあ、枠内シュートに関して言うと4本対4本ということで同数ということですけれども、前半はエクアドルペースだったかなと、エクアドルの方がチャンスが多かったと思いますし、エクアドルの、球際の強度の高さであったりとか、まあ、全体のね、刈り取る時の、密集の作り方、それから日本の4-4-2のプレッシングが全くはまらないと、まあ、はまらないためのエクアドルのバンカー20番がね、センターバックの間に降りての3枚ビルドアップからの、配球、まあ、長いボールもうまく使いましたので、まあ、前半エクアドルがペースを握ってチャンスも作ってという展開でしたが、後半に入って日本は、少し展開を押し戻しましたというところで、やはり交代メンバーが鍵になったかなと、まあ、特に前線の古橋から上田綺世に変わったことで、まあ、少し長めのボールが、収まるようになりましたし、まあ、それから67分の3枚替えで中盤連動がどしっと構えて、トップ下に鎌田が入ったことによって、まあ、もちろん中盤が多少後半でしたので間延びした展開になっていたというところもありますけれども、まあ、切り替え局面での、鋭さ、それから判断の速さが鎌田になってより出たなというところはありますので、言ってしまえば今回のエクアドル戦は、まあ、前節のアメリカ戦と違って、まあ、B セットと、B チーム仕様で、臨んだ日本ですけれども、まあ、森保監督は当初、狙いとしていたような、まあ、本大会に向けて、戦争の厚みを作ると、まあ、A チームでも B チームでも同じようなレベルを、維持しながらサッカーを展開するということで、まあね、本大会で思い切ったターンオーバーを使うというような目論見は、まあ、このエクアドル戦で残念ながら崩れるんじゃないかなというぐらいに、個人的には失敗には見えました。はい、序盤前半の戦いでの日本の非保持、保持を確認しておきたいと思いますけれども、まずは非保持、プレッシングの形は、南の古橋のファーストライン2枚での 4-4-2 でした。まあ、こちらは、前節アメリカ戦同様の、まあ、4-2-3-1 からの可変での非保持 4-4-2 だったと思うんですけれども、まあ、そのアメリカ戦を当然スカウティングしてということもあると思いますけれども、エクアドルは、まあ、ピボーテの20番のメンですが、常に、センターバック間に降りて、3枚でのビルドアップを作ってきましたので、まあ、そうなると当然数的不利になる、日本の2トップの脇から、うまく侵入されることになりますということで、まあ、そこのところの2トップの脇への、対処処理が、まあ、日本ちょっと不明確だったかなというふうに序盤から見えました。まあ、前半も後半もちょっと一時的に、まあ、タイミングがあってということだと思うんですけれども、まあ、例えば三笘が少し、自分がマークする、右サイドバックカスティージャを、まあ、外切りしながら、センターバックに伺うようなポジションと、まあ、3枚気味に言ったら当てに行くような、プレッシング同数プレスをかけるかなと思うような局面も見えたんですけれども、まあ、当然そうやって3枚気味にはめるんであれば後方で、スペースが、出てきますし、選手も浮いてきますので人を捕まえないといけないと、まあ、特にボール周辺の人を捕まえないといけないんですけれども、なかなかそこに対してのスライドが、まあ、例えば長友が、縦スライド、横スライドで伊藤がついていくみたいな形でのスライドが起こらずに、まあ、簡単に、中盤の、空いたスペースでフリーマンができてしまって、フリーで、前線のファーストラインを剥がされるみたいな現象が起きてましたので、まあ、そこがちょっとアメリカ戦との違いかなと、まあ、例えばアメリカ戦でいうと、まあ、久保がこういう形でいったときには全体が、まあ、圧縮をして、この中盤のライン間を空けないみたいな形でのコンパクトさは維持できてましたので、まあ、それができないのはなぜかなと、考えましたけど、まあ、これは多分簡単な答えなんでしょう。まあ、おそらくそこが、戦術的にチームとしての落とし込みがなくて、ある程度選手任せになっていると、選手の判断任せになっているということなので、まあ、4-4-2 から、まあ、そうやって、2トップの脇から侵入された時にはこうやって処理しようと、その優先順位としてまずこう行こうこう行こうみたいな形でのあまり順序立てた、プレーの原則基準がないんじゃないかなというところは明らかになったと思いますし、まあ、あとはエクアドルの配球で、まあ、おそらく日本のディフェンスラインが特に嫌だと、感じた、配球がやはり20番からの
中央からのこういうロングボールですよね。まあ、そこでこぼれを作ってというところは意図的に前半序盤はエクアドルやってきましたけれども、まあ、試合後のアルファロ監督の会見を聞いてると、まあ、日本が結構アメリカ戦でうまく中央を締めて中央で引っ掛けるところからのショートカウンターを、繰り出していたので、まあ、それを避けたかったと。まあ、だからこそ、球出しのところ、ビルドアップのところはある程度外循環したりとか、まあ、中盤省略で、長めのボールを使うというところは意図していたというところと、まあ、あとは、このボランチの、うまく中を締めてくるボランチの、ポジションをちょっとあやふやにするために意図的にボランチの後ろに、ね、こういう形で、ポジションを取って、まあ、彼らをピン止めするような指示はしていたと。まあ、試合後の会見にもかかわらず、かなり、アルファロ監督、戦術的なポイントも説明してくれていましたので、まあ、相当いい監督なんだろうなと思って聞いてましたけれども、まあ、確かに日本としては、まあ、ここでハマりが悪いにもかかわらず、ボランチが比較的高い位置で、中盤をね、こう、前向きで、こういうパスを狙うような陣形を取ってましたので、まあ、ここのライン間が結構空いてましたから、まあ、そうなった時には、こういうアバウトなボール入れられても、まあ、競り合いで勝てなければ、ここでこぼれ球作られて拾われてしまいますので、なかなかボランチが戻りきれないみたいな、間延びした状態が序盤から出ていましたので、ちょっとそこは、こちらも、ツートップ脇からの侵入に対する対処同様に気になりましたので、まあ、そういう意味で、日本としての非保持、エクアドルに対して、まあ、おそらくエクアドルがある程度、3枚気味で、当然日本のツートップに対して数的優位を作って、脇から前進してくる、あるいはロングボールも使ってくるというところはスカウティングできていたはずですけれども、あまりチームとして、じゃあそれに対してどういう形でやっていこうというような、規則性、原則、それからパターンが見えなかったなというところはちょっと残念には映りました。逆に日本の保持ですけれども、まあ、ビルドアップのところに対してエクアドルの圧を結構受けたなと、なかなかビルドアップで、うまく前進できなかったっていうところが前半序盤の日本の保持だったと思いますけれども、まあ、その要因としてエクアドルは、まあ、433からの可変で、5番のシフエンテスインテリオールを上げて伊藤に当ててくると、まあ、ここで2枚編成にして、日本のセンターバックにしっかりと当ててくると。まあ、もちろんその時に日本の、ボランチに対するパスコースをかなり消す、締めながら、2センターバックに対して、まあ、一度締めた上での、プレッシングのアクションをかけてましたので、まあ、なかなか日本としても球の出どころがサイドにしかないんですけれども、まあ、サイドはサイドで、15番、10番に、うまくね、こう、サイドバックが疲れてるというところで、まあ、かなりマンツーマン気味に、疲れましたし、まあ、局面によっては数的優位で囲い込まれて簡単に奪われてしまいましたので、まあ、その辺の機動力も、まあ、カイセドなんかも左から右にかなりダイナミックに移動して、プレーもしてましたし、まあ、あとは、南野にね、こう、うまくついたかなと思ったタイミングでメンデスが刈り取るみたいなところも、何度も見せてましたので、まあ、その辺は、まあ、多少重馬場で、ピッチコンディションが悪い中でも、強度や技術を繰り出せていたのはむしろエクアドルの方だったかなというふうな前半には見えましたし、ただまあ日本としては、まあ5番がね、スルスルっと上がってくる分、ここのスペース、あるいは、田中碧のところが空いてきますので、まあ、もちろんこういう形でメンデスもついてましたが、まあ、プラス開始6分のところで、三笘がカスティージャとのマッチアップのところで、まあ、コーナーキックのカウンターからでしたけれども、すぐにカスティージョがイエローカードをもらっていましたので、もう少しそこのマッチアップを作って、まあ、左の前進を使いたかったなというところがありますので。後半に関しては、まあ、冒頭にね、話したように、特に67分に3枚替えをして以降、まあ、日本はだいぶ、かまどのおかげと言っていいと思いますけれども、まあ、攻守につながりが持てるようになってきて、まあ、特にトランジションの局面で、エクアドルを上回れるようになったというところで、アタッキングサードへの鋭い侵入であったりとか、決定機が生まれるようになってきましたけれども、まあ、このエクアドル戦というね、90分で見たときには、森保監督が狙った、まあ、チームの厚みを持たせるための、プラン B のメンバーが機能しなかったということは間違いないと思いますし、まあ、例えば先ほど解説をした非保持での442から2トップの脇から侵入された時の、例えば、サイドハーフの三笘、堂安が、自分の、ね、マーカーを背後に置いて外切りで、センターバックに対して、プレッシングをかけていくみたいなプレッシングのやり方を、まあ、彼らヨーロッパのトップレベル、トップクラブでやってますので知らないはずがないので、まあ、当然個人としてはできると思うんですけれども、まあ、フットボール11人でやりますので、やはり個人が知っていてそれを、ね、単発で実行してもチームが、それに、ね、連動した形でついていかなければ、なかなかそれが、まあ、逆に空回りの、アクションになってしまうということで、三笘なんかはまさにそういう、ね、アクション
ションで、結果的に自分は行こうとしてスイッチ入れてセンターバックに行ったはいいけれど、最終的に自分のマーカーであるカスティージョが、高い位置でフリーで持っているので慌てて戻るというようなことが起こってましたので、まあ、そこは改めて監督の仕事ではないかなと、試合前の戦術的な落とし込み、それから同じパターンでの、プレッシング非保持の形しかなかったわけですので、まあ、そういうところの、ね、こうリアルタイムの分析からの修正もベンチワーク足りないなというところはこの試合で改めて露呈した日本の弱点かと思いますし、まあ、前節のアメリカ戦と比較してしまうと、非保持でも保持でも、グループチームとしてのレベルは、今回のエクアドル戦のメンバーであれば若干見劣りしてしまうのは否めないなというところが明らかとなりましたので、まあ、そう考えると本大会、過密日程のグループステージ3試合で大胆なターンオーバーで、主力選手を休ませながらと、まあ、特にドイツ戦後のコスタリカ戦で、まあ、少しメンバーを落として3戦目のスペイン戦にまた、主力を使っていくみたいな想定がなかなか、シミュレーションとして組みにくいなというふうには思いましたし、まあ、ただこうか不幸か、今月9月の代表戦 UEFA ネーションズリーグを見てもスペインもドイツも、まあ、人が変わってしまえば、中盤や前線の、ね、ユニットが変わってしまえば、大きくチームのパフォーマンスが落ちる、差が出るというところは明らかになりましたので、まあ、こちらは強豪国であっても、難しい問題じゃないかなと思いますので、日本だけが抱えている課題問題ではないかと思いますけれども、まあ、もちろんエクアドルの前半が特に良かった、強かった、うまかった、それからプレー強度も高かったということはありますけれども、まあ、それに対する日本の対応策、戦術的なバリエーションが全く見られなかったというところを見ても、なかなかこれは本大会でベンチワークに頼ることはできないかなと思いましたので、改めて、アメリカ戦のようにある程度、同じ固定化されたメンバーでそこの連携、それからコミュニケーションを高めながらピッチ内で戦術的な問題を解決していく方向に行くしかないかなというふうには思います。ただまあ日本代表の9月のね2試合の親善試合として見た時にはまあ、課題よりも収穫の多かった、この9月シリーズじゃないかなと思いますし、まあ、特に今回のエクアドルのように、まあ、本大会仕様の強度の高い相手とやった時に、まあ、どれぐらい馬力を持ってプレーできて出力を出して逆にそのね、強度を裏返せるぐらいのひっくり返せるぐらいのパワーを、ね、出せるのか使えるのかというところは明らかになったと思いますので、まあ、そういう意味では、このエクアドル戦先発をした中盤ボランチの2人柴崎、田中、それから2列目の堂安、南のあたりは少し厳しいジャッジ採点にならざるを得ないかなと思いますけれども、いずれにせよ、泣いても笑っても11月の、ね、上旬には発表される、本大会のメンバー選考に向けて、まあ、いい強化試合でいい経験を積むことができたんじゃないかなというふうには思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラアプロクシマ。